スブヤトラーナ・チハノースカヤは2020年ベラルーシ大統領選挙に立候補した大統領候補のうちの一人、ロシア語読みのスベトラーナ・チハノフスカヤと呼ばれることも少なくない。大統領候補になる前、チハノースカヤは教師と通訳をしていた。逮捕されたユーチューバー、ブロガー、活動家のシャルヘ・チハノースキーと結婚している。二千二十年七月十四日、 撮影2020年7月30日、ミンスクで行われた選挙キャンペーン5月29日に夫が逮捕された後、チハノースカヤは夫に代わって出馬する意向を表明した。彼女は2020年7月14日に無所属の大統領候補として登録された。大統領候補として登録された後、彼女は大統領候補として認められなかった有力な 野党政治家であるバレルイザアップから飛びくたるババルイカ、両名の選挙運動によって支援された。ババルイカの選挙対策本部長、マリア・コレスニコワ及びバレルイザアップからの妻ベロニカ、ザップからと一緒に写っているチハノオスカヤの写真は、彼女の選挙運動のシンボルとなっている。6月には動画を公開したが、その動画内で彼女は、もし選挙運動を続けたら、逮捕する。 子供たちを誘拐すると脅されていると語った。そのため彼女は子供たちの安全のため子供たちを海外に送り出し祖母と一緒に暮らすようにした。大統領選挙が始まる前にベラルーシの大統領アレクサンドル・ルカシェンコは我が国はまだ女性大統領を生み出す準備ができていないと主張した。彼女の選挙運動はアムネスティ・インターナショナルがこの国の 女性反対運動家に対する差別的な扱いを非難したことを受けており、差別的な扱いの中には性的暴力の脅しなどが挙げられ、女性反対運動家の子供たちの保護が求められている。チハノースカヤは愛のため夫を刑務所から解放するため大統領に立候補していると語った。また彼女は主な目標は自由で公正な選挙を確立することで、 あると述べた。ベラルーシ政府がルカシェンコの有力な政敵を登録することを拒否したため、チハノースカヤは現在の選挙を違法であるとみなしている。彼女は政権を取ってから6ヶ月以内に透明で責任ある選挙の計画を提出することを公約した。チハノースカヤは無所属で選挙運動を戦っているにもかかわらず、 ベラルーシの様々な反体制発想から支持を得ている。ベラルーシキリスト教民主主義の共同党首、ビタリル・イマシェウスキは、党が支援することを宣言した。これは、ベラルーシ社会民主党、ベラルーシ統一市民党、ベラルーシ女性党、ナジェアに続くものである。また、彼女は2010年の大統領選挙で野党から出馬した元大統領候補ミコライス・タトケビチ。 からも支援を受けている。8月9日の投票の結果、中央選挙管理委員会は、ルカシェンコが80.2%を得票し当選した。一方、チハノースカヤは9.9%にとどまったと発表した。これには不正選挙であるとの批判が高まり、市民と警官隊との間で衝突が発生し、約3000人が身柄を拘束された。 チファノースカヤは10日夜から所在がわからなくなっていたが、11日に隣国のリトアニアに脱出していることが確認された。8月17日には大統領選挙の結果は不当なものだとして国の指導者として行動することを表明した。ありがとうございます。